皆さん、こんにちは。かつて伝説的な人気を誇っていたビジュアル系ロックバンド XJAPAN のベーシストヒースさんが亡くなっていたことが分かりました。享年55歳でした。関係者によるとあまりに急だったといいます。そして緊急帰国した YOSHIKI さんが鎮痛な面持ちで仲間の急逝に悲しみを言葉にしていました。今回はヒースさんの死因や生前の活躍を紹介していきます。まずはヒースさんのプロフィールから見ていきましょう。名前ヒース、本名森江博史、生年月日1968年1月22日、没年月日2023年10月下旬、出身地兵庫県尼崎市、血液型 B 型、職業 XJAPAN のベーシスト。ヒースさんの両親は音楽好きで、家にはギター、ベース、ドラム、キーボードなどの楽器があり、家ではロックがいつも流れていたそうです。4つ上の兄がギターをやっていたため、ヒースさんは自然とベースを始めるようになります。兄がビートルズを弾くのに合わせてベースを弾くこともありました。ヒースさんは小学校4年生の時に母と兄に連れられて、大阪府立体育会館で行われたバンヘイレンのコンサートを初めて見ると、そこでのサウンド、主にマイケル・アンソニーが奏でるベースに衝撃を受け、ロックに目覚めます。それからはバンヘイレンやキッス、クイーン、モトリー・クルーなどを聴いていました。ヒースさんの一番好きなベーシストはモトリー・クルーの日記6です。洋楽にハマってから初めて買ったレコードはディープパープルのマシンヘッド。初めてコピーした曲は同じくスモークオンザウォーター。中学2年からバンド活動を始め、中学3年の頃から一人でライブハウスに出入りするようになります。17、18歳の頃に本格的にやり始めたバンドがパラノイアというバンドで、インディーズでレコード CD もリリースしました。その後も精力的にバンド活動を続け、1990年5月に X のローズ&ブラッドツアーファイナル日本武道館 2days 公演の打ち上げにて X のメンバーに出会います。その後ヒデさんに誘われ上京します。そして1992年5月中旬 X に加入決定します。加入のきっかけは前任のベーシストのタイジさんが脱退し、ベーシスト不在であった当時の X は新しいベーシストの一般公募と並行して、X 側からも一緒に音を出してみないかと、ジャンル問わず様々な人に声をかけていました。そんな中で名前が挙がったのが、ヒデさんの知り合いのヒースでした。加入後すぐに、アート・オブ・ライフのレコーディングのために渡米します。1992年8月24日午後6時、ニューヨークはマンハッタンのロックフェラーセンターレインボールームにて、各メディアへのヒースさんの加入正式発表と同時に XJAPAN にバンド名を変更しました。日本のロックバンドとしてはまさに無敵だった X に、最強ベーシストタイジさんの後継に立っていきなりリーダー YOSHIKI さんの人生を表現した超大作アート・オブ・ライフのレコーディングを引き受け、一見華々しく感じるかもしれませんが、ヒースさんがこれを引き受けていただけたから今日の XJAPAN があると言ってもいいでしょう。パワフルかつテクニカルで強烈な個性を放った前任者と比べ、ヒースさんのプレースタイルは流麗で的確かつオーソドックスであり地味だと言われています。2人のプレースタイルに対しては今日まで幾度となく理不尽な比較がつきまといますが、派手なプレースタイルであるドラムの YOSHIKI さんを支える存在としては相性がいいのです。まさにロックバンドのベーシストのお手本とも言えるのではないでしょうか。ヒースさんは曲作りには基本的に関わっていませんでしたが、アルバム「ダリア」に収録の「リグル」1曲のみヒースさんが作曲しています。ソロでも活動しており、ソロ活動時の名前はヒースと小文字表記でした。ソロ活動での楽曲「迷宮のラバーズ」は「名探偵コナン」のエンディングテーマに起用されていました。性格面ではリーダー兼トラブルメーカーのYOSHIKIさんを筆頭に、何かと問題の多い XJAPAN の中でも一番おとなしいのではないでしょうか。しかし2009年に所属事務所と契約上のトラブルを起こし、脱退騒動が巻き起こりました。
当面は活動を休止せざるを得ない状況で公演も延期され、その後もなかなかトラブルが解消されず、状況はますます悪くなり、X ジャパンを脱退したと報道されました。しかし、所属事務所側は、脱退の申し入れがあったのは事実だが、事務所も YOSHIKI も認めておらず、東京ドーム公演はヒースを入れて予定通り行う、とコメントしました。その後、紆余曲折の末に無事トラブルを解消し、再び X ジャパンとして活動することとなりました。X ジャパン再結成後は、メンバーの中で唯一ソロ活動を全く行わないため、X 活動時以外の様子がベールに包まれていました。かろうじてトシさんのソロ活動にゲスト出演したり、スギゾーさんとモトリークルーの来日公演を一緒に見に行ったことが漏れ伝わってくるため、それなりに自由気ままな生活はしている模様でした。しかし、2023年11月3日に、X ジャパンのリーダー、YOSHIKI さんが、喪服姿の写真とともに、身内に不幸があり、自分の判断で急遽日本に戻ってきました、と SNS に綴りました。アメリカでの栄誉賞授賞式などの予定を全てキャンセルしての緊急帰国でした。向かったのは東京新宿区内のとある施設でした。そこでヒースさんと無言の対面を果たしていました。ヒースさんの知人が明かしています。今年に入ってからヒースさんは体調の優れない日が続いていました。そこで医師の診療を受けたところ、がんが見つかったのです。その時にはかなり進行していて、残念ながらがんの発見からわずかしか経っていない10月下旬までに帰らぬ人となってしまいました。あまりに急で、がんを患っていることや闘病のことさえバンドのメンバーに知らせる余裕もなかったといいます。ネット上ではターボがんだと言われています。ターボがんとは何なのでしょうか。一部の SNS 上では新型コロナワクチン接種ががんの急速な進行の原因となり、病状が悪化することを指す言葉のようです。ターボがんは海外の医師が広めたと言われていますが、さらに日本でも医療関係者の方で積極的に拡散している方もいたそうです。ですが、以前から急速に進行するがんというのは決して珍しくありません。そのため、急速に進行したがんの原因を確定することは極めて難しいです。ですので、ヒースさんの死因をターボがんと断定するのはやめましょう。メンバーの確執など、種々の問題により、2018年以降バンドとしての活動がなかった。X ジャパンにあって、ヒースさんだけは、最後まで活動再開を願っていたといいます。望みを叶えられずにこの世を去った。ヒースさんの無念が晴れる日が来るのでしょうか。天国で、自身の人生を変えてくれたヒデさんと再び音楽を奏でていてほしいですね。ご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。